さあ、今から特別授業を始めるわ。みんな、張り切っていくわよ。ようこそ。覚悟はいいか。無様な戦いをしたらどうなるか分かってるだろうな。だが気を抜くなよ。戦いはまだ終わっちゃいないんだ。であるこの私の恐ろしさを見せてあげましょう。ぜだ。勝てるわけないぜ。当たり前だ。あれが恐竜に勝てると思ったのか。ムシキラのくせに生意気な。この私をここまでコケにしたおバカさんたちは、うるさま、絶対に許さんぞ、虫けらども。
じわじわと殴り殺しにしてくれる。いいだろう。そこまで死にたいのなら見せてやる。今度はこっちからやらせてもらうよ。軽くね。危ねえ。やられたかと思ったぜ。フリーザか。いいだろう。カカロットの出番はないぜ。許さんぞ。よっ、よくまごく。俺は怒ったぞ。フリーザー。なんだあいつの変化は。サイヤ人は大ダメしか変わらんはず。どういうことだ。なんだ貴様は。まさか俺は怒ったぞ、フリーザー。なぜ貴様にそんな力が。まさか貴様は。君ご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。チクシューチクシュー。これをなったら見せてやる。 100% の力を。ついに 100% パワーってやつにお出ましか。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。死ぬの。今のは驚いたぞ。俺は伝説のスーパーサイヤ人だ。フリーザか。いいだろう。カカロットの出番はないぜ。舐めた口を聞きやがって。すぐに黙らせてやるぞ。そんなは来るかもね。どうなってやがる。なぜお前にこれほどまでの力が。しつこいくたばりともらうね。いいだろう。ここはコッパに陣にしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クリリンのことか。クリリンのことか。やれるはずだ。クズ野郎め、地球の借りを返してやる。新しい宇宙の支配者はこの俺だ。俺はまだまだこんなもんじゃない。ああ、そいつを見せてくれ。こずらしやがって。たまに来るぜ。フリーザの一味枝やしにしてやるぞ。チクショー。スーパーサイヤ人は天下無敵じゃなかったのか。そうだ、それでいい。やればできるじゃないか。